アレクサンドロフの紋章モスクワの北東に位置するアレクサンドロフ。16世紀初頭にモスクワ大公国の大公バシーリー3世が町を建て、趣味の狩猟のための屋敷を設けたことに始まる。アレクサンドロフ郊外のセライ川アレクサンドロフの宮殿、聖堂群、アレクサンドロフスカやスロボナアレクサンドロフの町は、 1564年12月から1565年2月までの3ヶ月の間だけロシアの首都であった。突如モスクワからこの町に戸を移したツァーリー・ワン4世は貴族たちの嘆願により3ヶ月後にようやく宮廷及びモスクワ大公国の王権の象徴となる品々ナナのモスクワへの帰還に同意した。しかしツァーリー自身はモスクワへ戻るにあたり教会に オプリーチニナ制度の創設を認めさせた。悪名高いオプリーチニナ体制下では、ロシアツァーリ国の国土が、従来の貴族会議の影響の及ばない新設された、ツァーリ直轄領、オプリーチニナと、従来の制度が適用されるそれ以外の国土、ゼームシチナに2分され、オプリーチニナの中ではツァーリによる独裁が行われ、多数の貴族、聖職者らが、オプリーチニキにより粛清された。 オプリーチニナの行政府はアレクサンドロフに置かれイヴァン四世はアレクサンドロフの離宮でオプリーチニキラと共に過ごしたため1572年の突然のオプリーチニナ廃止までの間はアレクサンドロフが事実上の首都であったその後もイヴァン四世は晩年の1581年までアレクサンドロフ離宮で過ごしたアレクサンドロフスカヤスロボダは イタリ製三社大聖堂など16世紀前半から17世紀にかけて建設された多数の聖堂や宮殿建築の複合体であり、頑丈な城壁や塔に囲まれている。現在は博物館が中にあり、イヴァン・ライテイの生涯や業績などの紹介や、イヴァン・ライテイの造下の王冠などの収蔵品の展示を行っている。市街地にも古い聖堂や美術館などの見どころがある。 ありがとうございます。